え？次、あ、次じゃないわ。次行きましょう、次。はい、じゃあ、OK、お願いします。お願いします。お願いします。はい、ということで、和気あいあいとやっていきましょう。スーパーニューロールって初めてなんだよね。ああ、インポスター、いきなりインポスター来た。はい、ボーン。びっくりした。お、ラーメンです。ラーメンです。ラーメンです。別さんキルされるな、これ。バイバーイ。バイバーイ。別さんはいいやつだったよ。おい。結構ヘッダーの量あったよ。よくかぶったな。なんだなんだ。はぁ、面白い。え？自爆か。左自爆だね、これ。ヤイコナミとか多分直すね。リアクター、リアクター左の直すとこの前に4しかない。やったな、やってんな。怖い怖い怖い。いやー、ノンスケっぽいな。これノンスケっぽいな。ノンスケっぽいな。この3人、この4人だとノンスケっぽいな。ノンスケなのか。やっぱラーメン清掃すごいな。ラーメン清掃強いな。残り2人がいて認識で大丈夫。うん、そうだね。マックス2人がい、まあ、マックス2人がいマックスって言ってるかも。危ない自爆だ。いや、違うこれ。ワンチャンマット持って帰れる場合があるから。あ、そうそうそう。クルー有利な方だよね、普通に考えれば。あ、そうなんだよね。自爆してるか、一歩先落ちるからね。ニトロと結構しやがったな。すごいこれ。ニトロ持ってんのか。そっかそっか。やばこれ。上に回避して正解だった。怖いこと起きてるな。で、まあ左にいた人はいないってことだよね、多分。あの、通報してないから死体スルーしてる人がとかいう精査も多分できないよな。僕がね、刃波とか直してるのを見ながらミーティングに登ってる。で、コックピットから行ってて、コックピットにのんちゃんを置いてって、で、ボタン前待機してる。なるほど、まあ、多分精査ないな。精査が初手キルだもんね、これね。初手キルが初手キルだし、あの、爆破したやつに出るから。怖かった。何も精査しようがないもん。いや、てかもう、一位陣外落ちましたで終わり。それで終わりだからもう。複雑な未来が なさそうなんで、大丈夫。見た目は春だけど、なんか地味だな。リアクター鳴った時点でこれ自爆狙いだろうなって思ったもん。全然思わなかった。俺はおかしいだろ。何もしないうちに終わったけど、これさ、ちょっと。
あー、きついね。ナイバーズ。ナイバーズ。ナイシュー。まだキル起きてないしな。一応起きてんだよな、3人死んでるの。3人ね、誰が言ったか分かんないけど、どれだけがあったのかなかったのかな。4でしょ。いや、だいぶでしょ、初手で4キル怖いって。いや、殺された、殺された身になってくれよ。初手4キルしてみたって動画上がるんだろうな。3キルか、3キルですね、3キルだね。きついなぁ。来てくれてるのはありがたいんだけど、さてどうしようかな。ああ、よいしょ。どうしようかな。死人はないですか？見てない。見てない。見てないね。メインはって僕とブツさんと雪風さんかな？で僕はエレキ側回って、バイタルの方でダウンロードして貨物側に来て形だった。で手で直したの僕です。買っちゃいましたね。あ、右が右2つが基地がこっちやってます。はい。だとしたら基地も持つ。あ、貨物。ピョン吉も貨物で一緒に倒してる。うん、そんな時間経ってないと思うけど、なんか右脇右じゃない気がするんだよな。右じゃない気がない。一応ね、僕シェリフなんで、それでとりあえずそこの経路では見てないってこと言えます。はい。ピョン吉がメインシャワーアーカイブ貨物で、シャワーでリソリックかな。そうですね。で、まあ、なので、まあ、ブチさんシェリフということであれば、ポン吉さんも基本的にはキルできないです。リソが貨物一人で巻いて、アーカイブシャワー、メインシャワーって言ってて、同じくリッカさんとポン吉の2人だけを見て、最終シャワーです。リキカズさんは？最終エレキ。メインホールで降りてセキュリティのなんだっけテープやってエリキ抜けてバイタルぐらいまで抜けたところで終わり。僕がエンジン小宿舎前金庫室でミーティングの2タスク3つか3つやってボタンだね。ちなみに個人的な理由なんですけど、リソリソかなり白く見てるので、まあ、キル容疑は正直弾けないけど、まあ、なんかインポスターではなさそうとしておきます。リソ3視点ってリッカさん切れるとこない？そう、ない。リソの経路だし、物産最終貨物で見てないのが無理かな。なので、ブチさんが、青さんか雪風さんをキルしてくれると、勝てる、可能性が高い。まあ、まあ、ちなみにタスクも終わります。うん、タスクでもいい、終わるから。いや、みんな右にいたのか。右にいたのは無理だわ。
されるな。一応ミーティングの奥でプチさんとしたい。1回目の停電が長くて、停電治った後にバイタル見たらもう2人とも死んでたので、もう決め打ちでミーティングに走りました。ちょっと、まあタスクでも OK ますが、雪風さんあと1キル頑張ってください。僕はスキップに入れます。マットです。マットか、オッケー。じゃあ30秒だね、頑張ってねこれ一人切ってすぐレポートに。今ね切れそうだったんだよね惜しいね惜しいね。頑張れ。リソ30秒チャレンジ。30秒チャレンジ。リサラさん、僕もねギリギリかもしれない。なりました。探しに行っちゃった。30秒チャレンジ。リソするわ。頑張れ。頑張ります。王様切らない方がいいなと思った。なすれるかと思ったけど、どうだろうな。おさんのが早いか。ナイス。間に合った。ナイス。よし、ないね。じゃあ、やってみましょう。いや、ナイス。いや、よく2キル通したな。スキルです。危ねえ危ねえ。もう自爆もやってんなと思って見てたよマジで。いやー GG です。ナイスファイト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 。あーごめんノースケ。ごめんノースケ。先謝って。ヤイマさんが強え。私がやりました。この私です。いやーリソリソラストか。上のやつ惜しかったっすね。あと1個でしたもんね。あと1個だったね。しゃあやしゃあねえ。しゃあねえよな。結構ギリギリのあれだ。あー危な危な。ギリギリだったんでタスク量的には。タスク終わって雪風さんが言い方なの分かったから、雪風さんには近づかないとこうと思って。